はい、今日もマナラチャンネル見に来てくれてありがとうございます。で、なんかこんなね、始め方するんがちょっとオートンかどうかわからんねんけど、いつも声が小さい小さいってめっちゃ言われるから、今日はちょっといつもより声張り上げてみて撮ってます。で、今日はちょっと仕事が早終わったというか、まあ上がらせてもらったんで昼までで、今から私のお昼ご飯を作って、まあ、マダラちゃんと遊ぶんでっていう、ただなんて言うんやろ、モーニングルーティーンじゃないけど、ちょっと帰ってきてマダラちゃんとどんな風におるんかなっていうのを撮影してみようかなと思います。で、これに需要があるんかどうかよくわからんねんけど、まあ、ちょっと楽しんでいってください。じゃあ、今からマダラちゃんに会いに、まあ、なるちゃんに会いじゃないけど、ただ家帰りたいと思います。まだら、まだら来た、おいで。まだらちゃん、ただいま、ただいま、まだらちゃん、はい、はい、どうした、かわいいやろ、こうやってやったら、ほら、まだら。はい、じゃあご飯食べようか。な。はい、行こう。ほら、こっちおいで。はい、ご飯食べよう。ご飯食べるよ。おいで。まだらちゃんの席ではないんやけどね。そっか、私の席やで、まだら。横動こっか。はい。はい。で、ご飯作ろうと思ったら、もう、なんか、お好み焼きみたいなあったんで、ちょっと食べようかな。これ、マダラちゃん食べれんで。な。マダラちゃんはいつもこんな感じで、ご飯の時は横にいます。ね。横か下やな。マダラご飯食べたん？な。食べた？まあ、多分食べたと思います。もうね、2時が来るんで。で、私は、この、お好み焼きに、お好み焼きをレンチンしていただきます。こんな感じで机にうつ伏せしてます。もうちょっとできるよ。ほら、できた。熱いよ。よいしょ。だから、まあ、マダラちゃんとって言ってもマダラちゃんは食べれんのですけど、あんた近すぎるわ。はい、座って。はい、お座りは、はい、これね、よしよし。じゃあ、食べまーし。まだらちゃん、じゃあお肉だけあげようか。ちょっと熱いから。もうちょっと待って。な。こいつ、多分、私が食べるのは見たくないから、顔を背けたんかな。じゃあ、まだらちゃんと一緒にご飯を食べようと思うんですけど、ちょっと歪んでますな。行こうか。まだらちゃん、ちょっと冷めるん待ってな。ここ。ご飯食べるときはいつもこんな感じ。見て、この顔、めっちゃ可愛い。って。相当手やな。もういいかな、うん、いるん？待って、お手、反対は？はい、反対、ここやろ、ここな。はい、待てよ。ちゃんと、まっちゃん怒ったん？いるん？いる？ベロで取るで、ベロ。何？取らんわ。はい、食べ、おいしい。おいしい。もうないよ、まだらちゃん。なんかおいしい。ベロ出とるで。ベロ。すごい。なんかまあ、たまに質問があるんですけど、まだらちゃんは何歳かって。もう前も答えんかったからな。で、まだらちゃん7歳。な。この間、2日前ぐらいかな。体調壊しとって、
もう朝から晩までゲボ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 。ねえ、マダラ。でもまあ、そんなマダラちゃんもこんな顔して元気になったみたいです。みたいな、なんで怒らん、顔を近づけたらあげないよ。じゃあ最後の一口はマダラちゃんが見よる中で、見よる前でか、食べたいと思います。もうないよ。美味しかった？これすっごいかわいそうなことしよるよね、普通に考えて。ヨーグルト食べるわ。ヨーグルト食べる。ちょっと待ってよ。待って。おかわりは？おかわりしよう。あっ！いいの。いいの。なんか犬って牛乳はダメやけど、ヨーグルトはいいらしい。いるん？おかわりは？お座りは？偉いなぁ、マダラちゃん。ただ、でも私は同じスプーンでとかあんま食べたくないタイプなんで、最後の残りをペロペロさせてあげる。うん、食べる？待ってな、マダラちゃん。もうちょっとだけな。じゃあ、マダラちゃんにこの食べ残りを、お手。はい、あーねー、おいしい、おいしい。でもやっぱ食べさしすぎはいかんみたいやね。なんでもスプーンであげた意味こんな感じでヨーグルトをきれいに、食べづらいな、もういいんちゃう。めっちゃきれいに食べてくれました。じゃあマダラちゃん食べたから遊ぶか、な、何して遊ぼうかな。じゃあ今からはちょっとマダラちゃんと遊んでからいろいろしよっかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。できんな。はい、行こうか。急いで部屋に戻ろうとしてます。はい、行こう、はい、行こう。散歩行かんで、マダラ、マダラ、どこ行きょ。ハウス、ハウスで、ハウス、どこ行きょ。ハウスで。なんで終える普通にびっくりしたわ。ハウス。嫌な。はい。ハウス。マダラちゃん、ハウスは？ハウス！ちょっと、この間吐いちゃったから、マダラちゃんは、ブルーシートです。めっちゃ嫌いらしくて、めっちゃ吠える。はい、おいで。おいで。よかったね。おいで。待てよ。お手。お手は？はい、こっちは？はい、ないね。はい。伏せ。伏せは？違う。もう伏せイコールゴロンみたいになっとるやん。違うでしょ。こら。こら。何起こった？あ、そうだ。ちょっと遊ぼっか、マダラ。な。近い近い。今日は風船を使って。遊びたいと思います。なあ、マダラちゃん。割ったらダメで。割ったらダメで。痛い！こら！びっくりした。マダラちゃん、痛い。楽しんどる？まあ、こんな感じです。はい、ちょっと待ってよ。飛びつかれたら危ないから。ダメ。ちょっと危なそうなんで、食べたらいかんから、ビョンビョンしたらいかんの。これ食べたらいかんからな。ちょっとやめとこうか。な。マダラちゃんと風船遊びはちょっと危ないことが分かったので、やめときます。って思ったけど。これはもうおしまい。危ないし。生なら。
楽しかったかな。夜早休憩しよっかもな。一緒にご覧しよっか。ただボールやったら全然反応せんという、あんなキャッチボールみたいなことできません。今からはもうこたつに入ってゆっくりしましょうかね、マダラちゃんと。でこんな感じでいつも二人で、二人じゃないな、ぐったらしてます。ぐったらするときはでも基本は私がなかなかお家におらんので、マダラちゃんと遊ぶ機会が減ってるんですけど、まあでもやっぱもっと遊んであげたいな、マダラちゃんかわいいな。はい、伏せは風船。いつも、こうやってお尻をつけて、一緒に横になってくれます。マダラちゃんと、私の、ルーティーンっていうのかな。まあ、いつもこんな感じでーす。じゃあねー。動きがボソボソや。バイバイ。はい、マダラ。どっかで食べてもかわいいマダラちゃんできた。じゃあねー。チャンネル登録お願いしまーす。遊び疲れて、マダラちゃん。水を大量に飲んでました。おかえり。おかえり。お尻。いつもこの状態。全然頭こっち向けてくれ。まあいいけど。かわいいな。